こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ついに来ました魔女会。魔理沙、ずっと魔女特集したがってたよね。魔女のことを、得体の知れない毒薬を作って、わけのわからない呪文を唱えたりする老婆だと思っていないか？そんな白雪姫の毒リンゴを作る魔女みたいなのはハロウィンぐらいでしか見ないよね。そうか？今は映画ハリー、ポッターやファンタスティック、ビーストとか、意外と魔女のイメージはだいぶ変わっていると思うよ。まあ、確かにあれも現代人が考える魔女のイメージなんだろうが、実はもっと違う魔女たちもいるんだぜ。そうなの？最近では、自然を尊重した生き方をする魔女たちがいるんだぜ。そして、なりたければ誰もが魔女になれる。なんだか私たちが考える魔女とはだいぶイメージが違うようだね。今回は魔女の長い歴史から現代の新しい魔女まで解説していくぜ。この動画を見たら、皆さんも魔女になれるかも。それではゆっくりしていってねー。まず、魔女という名前は、ヨーロッパを起源とする、ウィッチの日本語訳だ。時には男性でも、ウィッチと表現する。ヨーロッパ以外には魔女は存在しなかったの？旧石器時代の洞窟壁画には呪術師ないしシャーマンと解釈される人の姿が描かれていて、これが魔女の起源だったのではないかと考えられているぜ。呪術師？シャーマン？日本にもそういう人たちはいるよね？巫女って元はシャーマンだし。ってことは私たちは仲間だったの？だからコンビなんだろう。あ、そうだったの？魔女は他にも占い師や女獣医として、薬などを用いながら病気治療に従事する場合もあったようだぜ。お医者さんみたいなことをしている人もいたんだ。そういえば薬草とかに詳しそうだよね。そんなことから病人を助けたり、困った人の悩みを聞いて占いなどをしたりと、人のために尽くした魔女もいたぜ。特に力を持つ魔女は神のように崇められていたようだ。その頃は魔女は人々にとって必要な存在だったようだね。ギリシャ神話にも魔女は登場する。ヘカテは、天上、地上、海中での力を持つ魔術の女神だ。邪悪な魂から守ってくれる守護神として、ヘカテの像が家の戸口や村の辻などに祀られていたぜ。魔女というより女神だったんだね。同じくギリシャ神話に出てくる魔女、メディアは、イアソンの冒険に加わり、アルゴ探検隊が、金の羊毛皮という、空飛ぶオス羊の毛皮を手に入れる手伝いをしている。ヨーロッパの冒険物語に、魔法使いは必須だね。しかし、良い魔女もいれば、そうでない魔女もいる。彼女たちは邪悪な呪文を唱え、変身し、天上の決まりも平気で破るぜ。そんな魔女たちがいるから、魔女のイメージが壊されて、人々に恐れられるんだね。ホメロスの叙事詩、オデュッセイアには、魔女のキルケイがオデュッセウスの部下たちにチーズや蜂蜜、大麦、ワインを与えて、誘惑しようとしたという描写があるぜ。酔った彼らをキルケイは豚の姿へと変えてしまうんだ。豚は勘弁してー。オデュッセウスは、魔術から身を守ってくれる薬草をヘルメスからもらっていたおかげで、部下たちを救うことができたぜ。よかった。古代ローマの詩人オイディウスの詩集、恋の歌の中には、ディプサスという魔法の技と呪文を知る老婆についての記述があるぜ。彼女は望めば天気ですら操る。信じられないことに星が血を流し、月の顔が血の赤に染まっていたというぜ。現代で考えると、天文学とか気象学に長けた人にも聞こえるよね。また、聖書にも魔女は登場するぜ。旧約聖書の出エジプト記には、女呪術師を生かしておいてはならないという一文がある。あの聖書でも魔女に対して警告をしているの。新約聖書でも魔術の使用は禁止されている。ガラテヤ信徒への手紙の中でパウロは、肉の業イコール敵、争い、そねみ、怒り、利己心などに従っていると。神の国を受け継ぐことはできない、と戒めているぜ。その肉の業の中に、魔術も含まれているぜ。神聖ローマ帝国初代皇帝となったカール大帝は、ザクセン戦争の最中の785年、ちょうどカール大帝がザクセン人を支配し回収させようと躍起になっていた頃、パーダーボルンの会議において、悪魔に心を打った者や、魔女や人食いを信じる異端者を死刑に処す、ことを定めたそうだ。ついに死刑まで法律で定められるようになったんだ。中世も後期に入ると、魔女に対する人々の敵対心が非常に強くなっていくぜ。それはペストが大きく関係している。中世ヨーロッパを暗い印象にするのもペストのせいだよね。中世ヨーロッパはペストの蔓延で荒廃が進んだことに加え、度重なる宗教戦争で社会は疲弊し、人々はそれを不思議な力が働いたせいだと信じるようになっていた。それが魔女のせいだというの？それまでにも教皇の多くが魔女を糾弾していたが、特に15世紀のローマ教皇院のケンティウス8世は、神の鉄槌を与えるとして、異端審問を強化したぜ。異端審問、なぜか異端審問と聞くと女性しか思い浮かばないんだけど、なぜ女性ばかりが審問されたの？
それは、彼らの信じるキリスト教において、エデンの園で原罪を犯したのが女性のイブである、と、教会が信じていたことが根底にあったからだと考えられているぜ。一般の住民から広く魔女についての情報を集めると、すぐに、魔女を見つけたという告発が相次いだぜ。そんなに魔女っていたの？どんなひどい魔術を使うの？それが、この時代の魔女とは、いさかいや揉め事など取るに足らない理由から、神に背く罪や悪事を働いたとして、大勢の人が隣人を密告したんだ。いさかい？揉め事？それって魔女とは関係なくない？しかし、そんな些細なことで訴えられた者は体に魔女の因がないか、徹底的に調べられるんだ。魔女の因があるんだね。どんな因なの？イボやホクロだぜ。イボ？ホクロ？そんなの私もどっかにあるよ。しかし、当時はそれらが魔女の印だとされていて念入りに調べられたんだ。他にも赤い髪や左利き、祈りの言葉を暗唱することができなくても魔女の証とされたぜ。そんな、髪の色なんて生まれつきのものだし、左利きなんて別に珍しくないよ。現代ではごく普通の女性たちなのに、当時は魔女だと言われちゃうの？しかも、そんなごく普通の女性たちは魔女と疑われると厳しい拷問が待っていたぜ。ちょっと、なんで拷問？彼女たちの多くが、拷問の苦痛に耐えかねて、自分は魔女であると告白してしまう。すると、今度は他の魔女を密告するまでさらに拷問が続く。他の罪もない人を密告するの？教会は、そうして集めた魔女たちを公死刑や火炙りの刑にしたぜ。記録に残る大規模な魔女狩りは、1428年にスイスのバレー州で起きたものが最も古いとされ、その時には400人もの人々が殺されたぜ。ひどい時代だよ。1542年、イングランド王のヘンリー8世が魔術法を制定し、魔術を使うことを禁止したぜ。これはその手のものとしてはイングランドで制定された初めての法だった。ヘンリー8世っていろいろスキャンダルが絶えない王様だよね。ヘンリー8世は、愛人と結婚したいがために難癖をつけて妻を処刑させたり、離婚が許されないカトリックを脱退して新しく国教会を作ったりしているぜ。やりたい放題だね。魔術に関する法律としては、イングランド王国も継承した。スコットランド王ジェームズ6世も魔術を使ったものを死罪にする法律を定めているぜ。どんだけ魔女が怖かったの？ジェームズ6世についてはこんな話があるぜ。デンマーク王女、アンが、ジェームズと結婚するためにスコットランドヘッタル航海の途中、ひどい嵐に見舞われたんだ。そりゃ、昔は嵐が来ることは読めなかったから仕方ないよね。一時避難した先に今度はジェームズが自ら迎えに行き、その帰り道にまた嵐に遭ってしまった。あらら、災難が続いたね。王はその嵐を魔女の仕業だとして、スコットランドの海辺の町、ノースベリックの住人を集めて裁判を開いたんだ。なんで？ちょっと理不尽すぎない。住人に無理やり告白させるために、ブレストリッパーなどの恐ろしい拷問器具が使われたぜ。どんな拷問器具なの？見ただけじゃ使い方がわからなすぎる。胸を挟んで引きちぎる器具だな。また、助産師のアグネス、サンプソンも、罪に問われたうちの一人で、彼女は、トゲのついた、おしゃべり女の靴輪を口にはめられたぜ。だから、意味不明な拷問器具とネーミングセンス。彼女は王を殺そうとした罪状について一言も反論できないようにされた上、最終的に公死刑になったぜ。王様を殺そうだなんて1ミリも思ってなかったと思うよ。他にもこの裁判で70人近くの村人が殺されたぜ。後に、魔女に翻弄され自滅するスコットランド王を書いたシェイクスピアの戯曲、マクベスは、この裁判の影響を受けたと言われているぜ。とんでもない王様。17世紀に入ると、イングランド政府はマシュー、ホプキンスという人物を雇ったぜ。何をする人なの？魔女狩りのエキスパートだ。魔女狩りにエキスパートとかいるの？当時のイングランドの法律では拷問が禁止されていたため、彼は様々に工夫を凝らし、違法スレスレでさらなる魔女狩りを行ったぜ。何？違法スレスレって？当時、魔女は針を刺しても、痛みがなく血も出ないと考えられていた。でも本当に針なんか刺したら痛い死血が出ちゃうから魔女にならないよ。おもちゃ屋にあるような、刺すと歯が引っ込むマジックナイフを知っているだろう。あれの針バージョンを使って何の罪もない女性たちを魔女に仕立てたそうだぜ。なんてやつ。こうして魔女にされて殺された無実の人は230人以上いたと言われているぜ。そして、ホプキンスは対価として莫大な富を手に入れた。ひどすぎる。かつてないほどの大虐殺がドイツでも起こっていたぜ。16世紀から18世紀にかけて殺された人々の数は、2万5000人以上ともされている。ちょっと桁が違う。トリールでは1581年以降、任命されたばかりの大司教が処刑を繰り返し、368人が犠牲になった。17世紀のフルダでは、大修道院長が200人近くを処刑、ユルツブルクでは、
1627年から1630年にかけて魔女委員会が組織され、何百人もの魔女を火炙りにしたぜ。魔女委員会って、罪のない人を魔女に仕上げる組織？しかも性別の年齢も関係なかったというぜ。中には不老者や孤児院の子供たちも多くいたと言われている。委員会が提出した報告書によると、黒ミサだけでなく、悪魔の名前を含んだ歌を歌うだけでも捕まえられていたようだ。歌？そんなバカな、ところで黒ミサって？黒ミサとはカトリック教会に反発するサタン崇拝者の儀式とされているぜ。ちなみに、フランスでは、黒ミサ事件と呼ばれる悪魔礼拝の大スキャンダルも起きている。黒ミサ事件、どんなスキャンダルだったの？当時フランスには、毒薬を使って邪魔者を殺したり、占い師に頼んで黒ミサを行ったりする貴族が大勢いたんだ。国中がその噂で持ちきりとなっていたぜ。そんな中、ルイ14世の寵愛を受けていたモンテスパン夫人も告訴された。大王ルイ14世の愛人も魔女にされたの？そんな人まで処刑されるだなんて。ところが、夫人は罰を受けていない。え？どうして？ここは処刑される流れでしょ？結局、夫人ほどには悪に手を染めていない者たちばかりが、死刑や終身刑など重い罰を言い渡されているぜ。理不尽極まりない。また、植民地時代のアメリカも、そのような狂気と決して無縁ではなかったぜ。1692年、マサチューセッツ州のセイラムで起きた魔女裁判は、なんと少女たちのちょっとした集まりから始まったぜ。少女たちの集まり？退屈していた少女たちのために、黒人の使用人が好意で占いをしてくれるということになった。この集まりに数人の少女たちが集まったぜ。占い？女子会？楽しそうだね。しかしその最中にある少女が突然痙攣を起こしたんだ。彼女は悪霊に取り憑かれたと診断され、占いをした黒人の使用人は魔女にされてしまう。本当に悪魔に取り憑かれたの？それが、当時珍しくない、バッカク菌による中毒症だったかもしれないという説もある。しかし、事件はこれにとどまらず、少女たちが全く関係ない人々の名前を犯人に挙げ始めたため、ついには150人もの村民が魔女として訴えられることになったぜ。もう占い関係ないじゃん。そして実際19人が処刑された。はじめこそ本当に中毒で発作が起きたのかもしれないが、その後の少女たちの証言が本当だったかは疑わしい限りだな。さて、昔ながらの魔女といえば、まずは芝生に大きなイボをつけた老婆の姿が思い浮かぶだろう。イボやコブ、ほくろ、あざなども魔女の印とされ、それを、使い魔の口に含ませ自分の血を飲ませて育てていると言われていた。先ほどのセイラムの魔女裁判では、魔女に仕立てられたマーサ、コーリーが黄色い鳥に指の間から血を飲ませていたと、例の少女たちの一人、アビゲイル、ウィリアムスが証言しているぜ。絶対嘘だよねー。また魔女のアイテム、杖は、持つ者の力を導くとされ、昔から司祭などによって使われてきたぜ。2014年にシリアで発見された1万1000年前の骨の杖は、少女と死者を引き合わせるためのものだったと言われている。なんだか威力がありそうだね。エジプトでは、赤ん坊が生まれると、象牙の杖でその子の周りに円を描くという風習があった。また、ゾロアスター教の司祭が持ち歩いていたバーソムという小枝の束は、物質と精神の領域を結びつける役割を果たしていたというぜ。実はもう何百年も、魔法の杖は物語の中だけのものではなく、現実に使われてきていた。私も魔法の杖持ってるよ。は？どこで手に入れたんだ？ USJ で買った。ハーマイオニーモデルだよ。まあ、一緒にはされたくないが、イギリスには、ミスティカルモーメントという魔法の杖を扱う店があり、ハリー・ポッターファンが実際押し寄せているというぜ。イギリスには本物の魔法の杖を売るお店があるの？しかし、店側にすれば、売られている杖はどれも霊力があるもので、本当に信ずるものだけに使用してもらいたいそうだ。なんとハリー・ポッターの著者 J.K. ローリングが、ファンたちに注意を呼びかける異例の事態とまでなっている。一瞬、買いに行きたいと思っちゃった。また、ハリー・ポッターでも登場するベラドンナやマンドレイクといった植物には特別な成分があり、感染や性器の粘膜から吸収すると、幻覚を起こしたり、舞踏病を発症したり、空を飛ぶ自分を妄想したりする。マンドレイクって本当にあるの？映画では強烈なインパクトで登場するが、実際、植物として存在するぜ。ちなみに鳴かない。いつからか、魔女はそれらの植物を混ぜ合わせて作った軟膏をほうきのような道具を使って、自分の性器に塗り込んでいるのだという噂が立ち始めた。面白い発想をするね。実は、ほうきの柄にまたがって空を飛ぶ魔女のイメージはここから来ているそうだ。1324年のアイルランドで、アリス、キテラが、魔法の儀式を行い悪魔と関係を持ったという罪で有罪となった。調査官の報告書には、クローゼットの中に軟膏が隠してあり、
アリスはそれを塗ったデコボコの杖にまたがって、歩いたり走ったりしていたなどと書かれていた。なんだか、魔女の宅急便が見られなくなりそう。長い歴史の中で魔女は、自然療法を行うヒーラーから邪悪な黒魔術師とまで、様々に言われてきたぜ。ここまで見ても、中世には、大勢の女性が魔術を行った罪で訴えられ、確かな証拠もないままに処刑されていたね。そんな中から歴史に名を残した魔女として扱われた女性たちを紹介するぜ。15世紀、オルレアンの乙女と呼ばれたジャンヌ・ダルクは、日本でも有名だな。突然聞こえてきた、声に従い、イングランド軍と戦ってフランスの窮地を救っただなんて、とっても神秘的な女性だよね。しかし、数々の奇跡を起こしながらも、イングランド軍に捕らえられたジャンヌに対し、フランスは彼女を救おうとはしなかった。母国に見捨てられてしまったジャンヌはイングランドにあだなす魔女として異端審問にかけられてしまう。若干19歳の乙女は、魔女の罪を着せられ、生きたまま火炙りにされたぜ。悔しかっただろうな。だが、1920年、ジャンヌの死からおよそ500年の時を経て、彼女は聖女として列聖されたぜ。教会が、異端者として裁いた後に聖人として認めたのは、ジャンヌだけだ。さっき、ヘンリー8世は愛人と結婚するためにカトリック教会と断絶した話をしたが、その元凶となった女性がアン・ブーリンだぜ。あまり聞いたことないけど、有名な人なの？私は国家と結婚していると、生涯独身を貫いて、後にイングランドの女王となったエリザベス1世なら聞いたことがあるだろうか。アンは彼女の母親だぜ。あ、そんなに有名な方のお母さんだったの？え？エリザベス1世のお母さんって魔女だったの？アンは大揉めしながらヘンリー8世と結婚したものの、王が望んでいた王子を誕生させることができなかった。そのため結婚からわずか3年後に反逆と姦通の罪で有罪となり、アンはロンドン島で首をはねられたぜ。結局、彼女の娘のエリザベスが女王になっているのに、殺され損だね。さらに不遇なことに、彼女は死んだ後になってから、6本の指を持つ魔女だったと罵られたぜ。もう死んでいるんだからそこはあえて魔女にする必要なくない？19世紀に彼女の遺体を掘り起こして調査した結果では、そのような異常はどこにも見られなかったそうだぜ。はぁ、もう？アンナ・ゲルディは、ヨーロッパで最後に処刑された魔女として有名だ。アンナは1734年スイスの貧しい家庭に生まれ、まだ若いうちから下女として働いていた。スイスのグラールス州にある裕福な家で働いていた時のこと。その家の娘とアンナは折り合いが良くなかったらしく、アンナは解雇されたぜ。ふむふむ。その後、この家庭の娘がある時嘔吐し、中から針が出てきた。これを見た父親が、アンナは魔女で、娘に呪いをかけて腹に針を入れたのだと訴え出したぜ。もう解雇した後だったんでしょう？グラールス当局はアンナを指名手配し、当時チューリッヒに住んでいたアンナは逮捕され、魔女裁判にかけられたぜ。そして例によって拷問の末、罪を認めてしまう。アンナは1782年に首をはねられたぜ。でもどうして彼女が最後の魔女なの？魔女狩りは、アンナが処刑された18世紀の頃には、啓蒙思想の普及とともにすでに下火となっていたぜ。そんな中起きたこの事件に、判決を下したグラールス州政府は人々から非難を受けたほどだ。人々は、やっと魔女なんかいないことに気がついたんだね。それなのに、時代遅れな魔女裁判でアンナは処刑されたんだ。アンナの処刑から200年以上が経った後、彼女の名誉回復を求める運動が起き、グラールス州議会は2008年に彼女の無実を認めた。さらに、2017年には、アンナと魔女狩りの時代の資料を揃えた記念館を設立しているぜ。1940年8月1日、イギリスのニューフォレストという森に魔女たちが集まり、ナチスの侵攻からイギリスを守るため、アドルフ・ヒトラーに呪いをかける儀式を行ったぜ。え、ヒトラーに呪い？この頃、ドイツ軍はイギリス上陸作戦を計画していたんだ。ちょうどイギリスとドイツで空中戦をしていた最中だぜ。ジェラルド・ガードナーという人物らはイギリス南部にあるニューフォレストという森に集まり、英仏海峡を越えたところにいるであろうドイツ軍へ念を送る儀式をしたそうだ。そして実際、歴史をたどると、ドイツ軍はイギリス本土への上陸作戦を断念している。え、まさか呪いが効いたの？先ほど、ニューフォレストの魔女に登場したジェラルド・ガードナーは、ウィッカという現代版の魔女宗教を始めた。これは、キリスト教以前にあったヨーロッパの古い多神教を復活させようと始めたもので、宗教といっても、ガードナーが実践したのは魔女術のシンバーションといったところだ。この場合の魔女術は、単なるおまじないや呪術の総称といったもので、ヨーロッパに伝わる自然崇拝系の宗教儀式に、19世紀以降に書かれた情報を掛け合わせたものだったぜ。なるほど。
ウィッカは間もなく、様々な流派に枝分かれしていった。厳格な教義というものは特になく、信奉者が自分の考えで自由に変えていくことができたぜ。自由でいいけど、悪いことする魔女はいないの？自由といっても、共通の倫理もあるぜ。誰も傷つけぬ限り、何時の意思することをなせという信念のもと、彼らは、三重の法則というものを信じている。自分の行うことは、善意によるものであれ悪意によるものであれ、巡り巡って三倍になって戻ってくるという信念だぜ。それなら悪いことには使えないね。また、多神教といっても、その神々の頂点に、角を持った神やその配偶者である女神が存在することも共通だぜ。そうした、共通のものはあるにせよ、人に迷惑をかけなければ、自己責任で参加できる割と自由な宗教なんだね。NPR のニューヨークキャスターでもあるマーゴット、アドラーは、月神降臨、アメリカの魔女、ドルイド団員、女神崇拝などの異教徒たち、という本を出版したぜ。自然崇拝や異教主義者である、ペイガンについて書かれている。この本は、世間が魔女に対する偏見を改め、関心を持つようになったきっかけとなったぜ。魔女に対する誤解が解けたんだね。そして女性の力や精神性を称えるウィッカは、特に1960から70年代の反体制文化の中で人々に受け入れられていったぜ。さて、近年の生活スタイルの変更に伴って、魔女たちの儀式のスタイルも変わりつつあるそうだぜ。みんなで密室で密集して儀式できなくなったもんねー。今や魔女のコミュニティはオンラインの世界に移行中だそうだ。アメリカの魔女は今ではズームを利用して儀式をしている。時代だねー。ある花粉の儀式では800人を超える魔女が、その儀式にリアルタイムで参加したという。なんと日本から参加する魔女もいるそうだぜ。日本にも魔女がいるの？日本にも、自然崇拝を現代に蘇らせようと活動する魔女たちがいるそうだぜ。今やバーチャル SNS を活用して儀式空間を作り、メタバースで儀式を行う計画もあるそうだ。なんだか魔女たちはもはや魔法の宝器なんかに乗らなくても儀式に参加できるんだね。それでもまだ魔女への敷居は高いかもしれない。しかし、実は魔女は誰でもなれるんだぜ。私でも。だから、霊夢はすでに巫女だから魔女と同じようなものだが、一般的な人、もちろん男女問わず、魔女になれるんだぜ。どういうこと？世界には魔女の集会があるが、別に魔女が集会に参加するのは自由だ。一人で、自分は魔女だと言えば、ソロ魔女に誰でもなれる。何？その、ソロキャンプみたいな。とりあえずは、魔女の入門書でも手に入れて魔女について学んでみるといい。カエルやミミズを鍋に入れなくても、ハーブティーを作ってみたり、ヨガをすることも魔女の仕事だ。また魔女に大事な祝祭は、日本でも春分や秋分の日、夏至、冬至といった日と共通している。あれ？だいぶ身近だね。別に履歴書に、魔女と書く必要もない。要は、自分が、魔女と思うかどうかだな。今回の動画は以上だぜ。魔女である私が魔女たちについて解説したぜ。中世の魔女狩りがいかに理不尽なものだったかを知ったよ。彼女たちは魔女なんかじゃない、普通の女性たちだった。その暗く、不吉なイメージが、童話などでも長く語り継がれ人々の魔女への偏見にもつながっていたぜ。それでも、現代では自然を崇拝する宗教だったり、映画などの影響で印象がだいぶ変わったよね。そして魔女もついにオンラインでつながり始めたぜ。それに誰でも魔女になれる、気になった人はぜひ調べてみてね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、巨人といえば何を連想する？巨人と言ったらもちろん、オロナミン C は小さな巨人ですでしょ。古い。でも2001年までやってたんだよな。そのテレビ CM。C パワーが G パワーになる、というキャッチもあるけど、C ならカープじゃないのってよく突っ込まれてたぜ。あとはやっぱり、漫画の進撃の巨人。まあそれが来るよな。今回はその辺も少しネタにしつつ、巨人族は実在したかという謎について解説するぜ。それではゆっくりしていってね。霊夢、プロ野球団の読売ジャイアンツがなんで巨人って呼ばれるか知ってる？チーム名に、巨人って入ってないのに。え？そう言われれば確かに。なんでだろう。読売ジャイアンツは、かつて1934年の頃、大日本東京野球クラブという名前からスタートした歴史があるんだ。そして、1936年に、東京巨人軍という名前に変えて、1947年には、読売ジャイアンツという名前に変更しているんだ。ああ、一時期、東京巨人軍だったからそう言われてるのかな？あと、読売ジャイアンツの運営会社の名前が、株式会社読売巨人軍という理由もあるぜ。アンチ巨人の人は巨人をそう呼ばず、読売と呼んだりするよね。巨人といえば他には、政治家大隈重信は、東大の巨人、と呼ばれていたことがあるぜ。また、立花隆さんは、血の巨人、と呼ばれていたんだ。
そういった偉い人たちが巨人と言われると、その分野を極めた人って感じがするね。漫画の進撃の巨人で抑えるべきポイントは何だと思う？霊夢？え？それは、伏線の回収とか、あの世界の過去の歴史とかかな？その辺も作品としての魅力だな。でもここでは視点を変えて、進撃の巨人では、意識のストーリーが描かれているのではないかと考察していくぜ。意識のストーリー？進撃の巨人の世界は、壁の中、壁の外、海の向こう、という三層構造になっているぜ。これは、人間の中に存在している三層構造にそのまま当てはめることができるんだ。それはつまり、顕在意識、潜在意識、無意識、になるんだぜ。エレン、ミカサ、ちゃんの三角関係構造も見物だけどな。壁の中で生活している人類は顕在意識であり、そこには、自分自身で物事を判断することができる意志があるんだ。勉強やダイエットをしなければならないという、自分自身で決定することができる領域だな。目で見てわかることだから、やらなければならないって意識かな。壁の外の巨人たちがいる領域は潜在意識だぜ。そこはすでに、自分自身であれこれできない領域なんだ。自分自身ではコントロールはすることができないけど、顕在意識として意識したインフォメーションは、ここに蓄積されているんだ。潜在意識って具体的にどういうこと？それは夢であったり、瞬間のひらめきであったり、非常事態の時に力が発揮されることに関係するんだ。この潜在意識を有効的に活用することができると、人はもっと能力を発揮することができるんだぜ。火事場のバカ力ってやつだね。最後、海の向こうの無意識の層。これは無意識の領域なんだぜ。それは魂の領域とも言っていいだろう。魂の領域？人には輪廻転生があるかもしれない。輪廻転生によって、人は生まれたり死んだりしても、活動し引き継がれる意識があるとしたら、それは顕在意識でも潜在意識でもなく、無意識ということができるだろう。無意識は、しっかり天命のことも理解しているのかもしれない。それはもしや、私の究極奥義、無双転生の領域のことかな？そうかもしれないな。またさらに言えば、海の向こう側には、集団的無意識が存在しているんだ。集団的無意識、それは神様の住む聖域ということができるぜ。進撃の巨人の海の向こうには、マーレの国があるんじゃないの？まあそれは置いておこう。人間は、顕在意識によって寒いということを意識することができる。しかし、顕在意識が頑張ってできることはそこまでで、体を振動させることで熱をうまく生産するのは、潜在意識なんだぜ。潜在意識が、体に対して命令をして、体が震えるようになるんだぜ。もし生理現象をコントロールできたら、潜在能力をフルに発揮できそう。潜在意識と顕在意識、私たちはひょっとしたら顕在意識に支配されている思いが強いのかもしれないけど、そうではなく圧倒的強さを持っているものは潜在意識の方なんだぜ。確かに、体調が悪い時とか、頭で良くなれと思っても、どうにもならないもんね。そしてもう一つ大事なポイントは、潜在意識には、現状維持システムが備わっていることだぜ。現状維持システムとは、簡単に言えば体が突然の気温の変化に対応するため、体温を一定に保とうとするシステムのことだ。体温は潜在意識で維持されてるってことね。だから、人がダイエットしたいという顕在意識が働いたとしても、ダイエットは急激な身体の変化なので、潜在意識はそれに対して抵抗して現状維持しようと頑張ってしまうんだ。なるほどねっていうか、巨人の話はどうなったの？話を巨人に戻すぜ。巨人は果たして実在するのか？人が巨人を育するのは、遠い過去の人類の体験にそのようなモンスターが登場し、襲われた記憶が遺伝子に残っている、ということがあるかもしれない。それは非科学的なのでは？巫女の霊夢に言われたくないが、例えば、古代ギリシャの瓶には、ユリシーズと仲間が、巨人ポユペモスの一つしかない目をえぐっている、残酷な絵が描かれているんだ。古代からそういう創作物があるってことは、実際に巨人が存在した可能性があるのかも？例えばノアの箱舟に登場するような大洪水は、多くの科学者が実際にあった出来事だと指摘しているんだ。最終氷期が終わろうとしている頃、地球はどんどん温暖化してしまい、一気に水位を上げる大洪水が起きたと指摘する学者もいるぜ。本当に箱舟に乗った人間と動物以外は、全部死んでしまったのかな。1993年、アメリカコロンビア大学の地質学者、ウィリアム・ライアンが率いる調査隊らは、黒海の海面下120メートルのところに、大昔の海岸線と砂浜の跡を見つけたと発表したんだ。16万平方キロメートルにも及ぶ広大な農地が失われたと推測したんだぜ。
やはりのあの箱舟伝説は実話だった。しかし、その調査報告も最近、覆されようとしているぜ。海底の化石がどうなっているのか、さらに調査したところ、激しくかき回されたということは起こっていないことが分かった。そのことから計測すれば、国会の水位の上昇が起こったとしても、せいぜい10センチ程度のものであろうと判断したんだ。あちゃー、10センチじゃ足しか濡れないわー。また、アメリカウッズホール海洋研究所の海洋地質学者、リビュージオさんたちの研究グループは、洪水に遭遇したエリアで採取した軟体動物の殻の化石について調査をし、大洪水の形跡はなしと発表したんだぜ。ノアの大洪水なんかなかったってことか。まあその方がいいけどね。他の空想上の存在の例は、中国の竜があるぜ。中国の十二支の中においての生き物は、竜以外のものは存在しているのに、竜だけが例外だ。確かに。ということは、竜も大昔は存在した？中国では竜の骨を砕いたものを、薬として使用していた記録があるぜ。また、古代中国の人たちは、自らを竜の末裔と考えていた。やはり竜は実在したの？また、ある科学者は、中国で1億2000万年以上前に続いて起こった巨大噴火によって、竜が死滅したことを指摘しているぜ。火山灰がその死骸を覆い尽くしてしまったというんだ。なんだって。っていうかマリサ、巨人の話はどうなったの？前置きが長くなってすまん。じゃあ本題の巨人の話に入るぜ。巨人伝説はヨーロッパ発祥の話が多いんだぜ。アイルランドやスコットランドの戦う巨人、インマックールとベナンドナーなどは、その一例だぜ。アメリカの開拓時代には、ポールバニアンって巨人がいたそうだしね。ギリシャのモンスター、キュクロプスも、みんなが知っている知名度の高い巨人だよな。ドラクエ2とかに出てくるサイクロプスのことだよね。ロンダルキアの洞窟を抜けた後にあいつに出会うと絶望するしかない。痛恨の一撃が強烈。キュクロプスは、古代ギリシャの詩人、ホメロスのオデュッセイアに登場するんだ。オデュッセイアの中では、キュクロプス族を巨人軍団と呼んでいるぜ。彼らはシチリア島に住む、単眼の人食い牧畜民たちのことなんだぜ。実在したの？リアルであの一つ目巨人が痛恨の一撃を繰り出したら、もう人類滅亡だよ。ギリシャ王、オデュッセウスの一行はトロヤ戦争からの帰途、補給のため島に上陸したところ、キュクロプス族の一人の、卑劣なポリュペモスに捕まって食べられてしまったんだ。進撃の巨人みたいに食べられるとは、駆逐してやる、この世から、一匹残らず、エレンオツ。残りの一行は、巨人を酔わせて、目をつぶし、なんとか命を取り留めることができたそうだぜ。酒が弱点とは、意外とちょろいやつだね。実際のイタリアのシチリア島では、象の化石が多く見つかっているんだ。頭骨の中央に巨大な穴が開いているので、それが巨人の一つ目と繋がったのでは、という解釈のされ方もしているぜ。巨人って、象のことだったの？なんかなえるわー。まあまあ、昔の人たちが初めて象を見たら、巨人だ、と驚いたとしても、不思議なことじゃないぜ。ここからは、実際に巨人が実在していた手がかりとなるであろう記事を紹介するぜ。楽しみ。イタリア半島の西、エーゲ海に浮かぶサルデーニャ島では、5000年前に巨石文明が繁栄していたんだ。その島にはなんと、20トンを超える巨石でできた巨人の墓が、約800基あるんだぜ。なんと、それを人間が作るのは大変だから、もしや、大きな石を塔のような形状に積み上げた、ヌラーゲと呼ばれる建造物も存在しているんだ。そして、この島には巨人伝説があるんだぜ。やっぱり、巨人さんに作ってもらったんだよきっと。最近では、この島の巨人の墓から、巨大な顎の骨と歯が発見された、と話題になっているんだ。すごい。巨人は本当に実在したんだね。発見された巨大な歯と顎の骨は、分析された結果、人間と同じ構造を持っていることが判明しているんだ。人間の親指ほどの高さの一本の歯があり、顎の骨に残っていた3本の歯は、人間の臼歯に当たるぜ。親指くらい大きい歯とか、さすが巨人。普通の人間の臼歯の大きさは、せいぜい2センチなのに対して、こちらは 3.5 センチもある。これはまさしく、巨人の歯と言っていいぜ。確たる証拠があるんだから、巨人の実在はもう間違いないね。歯の持ち主を歯のサイズから推測すれば、大方身長は、2.4 から3メートルであっただろうということだぜ。あれ？巨人にしては、微妙な大きさ。人間の 1.5 倍ちょっとだね。まあ確かに。でもその程度の大きさなら、本当にいたかもしれないって思えるんじゃね？ちなみに、メジャーリーグの大谷選手の身長は、193センチだぜ。
まあ、背の高い人間よりもさらに大きいのは確かだけど、でも、霊夢みたいに150センチ程度の人たちから見れば、193センチでも、まさに脅威、見かけたら巨人、と思うよな。え？うん、まあ、でもなんだかごまかされたような。また、巨人伝説には、バチカンが巨人の存在を隠蔽しているという噂があるんだ。バチカン、ローマ法王様が隠しているの？最近ネットでは、そのような陰謀論が囁かれているんだ。その理由は、人類進化論自体が覆ってしまうからだと言われているぜ。バチカン、陰謀、人類進化論、中二病の匂いがしてきたよ。私の封印されし邪眼がうずく。南アフリカにおいて、2億年前の巨人の足跡が発見された、という報道もあったんだ。大きさはなんと120センチ。こっちはサルデーニャ島とは違う、驚きのビッグサイズだぜ。おーすげー。やっぱり巨人は実在したのか。でもこのニュースは実は、嘘ニュースだったんだ。ところがロシアなどの国で、翻訳に翻訳が重ねられて、嘘がまるで事実のように拡散してしまったんだぜ。あらや、でも、外国のニュースだと本当かもって思っちゃうよね。他にはバチカンとスミソニアン博物館が、巨人の骨を廃棄した、という報道もあるぜ。証拠の画像も添付されたことで、巨人伝説は再浮上することになったんだ。火のないところに煙は立たず、やっぱり何か隠してるよ。なぜそのようなことをしたのか？答えは、やはり、今まで信じられてきた人類の進化論と、大きく矛盾してしまうからかもしれないな。ところで霊夢、オーパーツという言葉の意味を知っているか？なんだっけ？オカルト系とかでよく出てくる言葉だよね。オーパーツは、アウトオブプレスアーティファクト、という英語を訳した言葉だぜ。日本語に訳せば、場違いな工芸品、といった感じだな。おん？と驚くパーツだから、オーパーツなのかと思ってた。その時代に本来存在しないはずの異物を、オーパーツと呼ぶんだ。存在するはずないものでも、例えば、ただの伝説と思われていた。ホメイロスの叙事詩、イリアスに出てくるトロイアという都市は、調査した結果、実在していたんだぜ。なるほど。調べもせずに存在を否定しちゃダメってことだね。中東にあるレバノンに目を向けてみよう。そこには、石のオーパーツが存在しているんだ。どんな石かな？石の重さがなんと、2000トンもあるんだ。作られたと思われる1世紀頃には、その時代の技術では、移動させることなどできなかったはずなんだぜ。それは大、なパーツ。まさに、大パーツだ。巨石があるのは、レバノンの宗教都市、パールベックという町だぜ。この町には、世界遺産のジュピター神殿やバッカス神殿もあるんだ。巨大な石は、神殿などの土台のために切り出し移動されたものだと考えられるぜ。由緒正しい町なんだねー。ジャンボジェット機の重さは、約400トンあるから。その巨石の重さは、ジャンボジェット5機分になるぜ。そんな石の移動は、まず無理だよな。普通の人間には無理そうだよねー。ピラミッドでも同じことが言われるけど、それを可能にしたのは、尋常じゃない奴隷の数だぜ。石切り場から丸太を線路のようにして移動すれば、不可能ではないかもしれない。ピラミッドの建造方法はある程度、検討がついてるんだね。しかし、パールベックの巨石の現場では、そのような大々的工事が行われた形跡は、何一つ見ることができないんだ。ということは、そして、その地方では、かつて巨人が住んでいたという伝説が残されているんだぜ。やっぱり、巨人様が石を運んだんだ。そうに違いない。まあ、巨人が実在すれば、説明がつくことは多いだろうな。次は、逆に小人族が存在するかどうかについて解説するぜ。小人、私らも小さい方だけど、もっとちっこい子がいるのかな？ YouTube で、ある映像が話題になっているんだぜ。それは、インドネシアのスマトラ島北部、バンダーチェ、という森林地帯において撮影された映像なんだけど、そこに偶然、小人の姿が捉えられているんだ。なんだって。YouTube 動画は、4、5名のバイカーたちが、森林地帯のダートロードを駆け抜けていくシーンから始まる。先頭に立ったバイカーが、突然驚愕して転倒してしまったんだ。そこで飛び出してきたのは、小さい人型生物だったんだぜ。実在した小人さん。世界が騒然だね。小さい人型生物は、人間たちを恐れたのか、必死で逃げていったんだ。バイカーたちは、その後を追い続けたものの、小人はすぐ草の茂みに隠れてしまい、行方が確認できなくなってしまったんだぜ。無念、捕まえれば世紀の大発見だったのに。その動画に映っていた小人は、身長はだいたい1メートル程度だぜ。
決してめちゃくちゃ小さい、ハイヒールの中で昼寝ができるような小人、というわけではないんだ。いてもおかしくないレベルだね。果たして、この小人映像が事実であれば、何者だったのだろうか？映像が話題となり、同時に色々な憶測も飛ぶことになった。有力な説は、スマトラ島に存在したピグミー、マンテ族説だぜ。マンテ族？なんて一族？マンテ族は、昔から知られている小人族だぜ。身長はやはり1メートル程度で、ごくごく小柄体型なんだ。しかし、筋肉は想像以上にしっかりしていて、狩りの技術は相当高かったと言われているぜ。小柄だけど狩りの達人、まさに小さな巨人だね。かつて、17世紀に2人のマンテ族が捕獲されて、オスマントルコ帝国の皇帝に献上されたという記録が残されているぜ。マジ？じゃあもう実在確定じゃん。ただし、一方では学者たちが、マンテ族の存在自体を疑問視もしているぜ。もし YouTube 動画がマンテ族であったら、学者たちもさぞかし驚くことだろうな。もっと実在する証拠をつかみたいね。また、小人が出現した場所は、ガヨ族であったり、多くの原住民がいる場所なんだぜ。マンテ族ではなく、他の原住民の可能性もある。そのような原住民の中には、身長1メートル程度の大人が1人程度いても、不思議ではないのかもしれないな。たまたま小柄な人だったのかもしれないか。また、インドネシアでは、ホモフローレシエンシス説が浮上してきているんだぜ。ホモ？何者？ホモフローレシエンシスは、2003年に、インドネシア南部のフローレス島で考古学者たちによって発見された、身長が90センチの小さい古代原人だぜ。小さい古代原人は、5000年前に生息していたと言われているんだ。原人で5000年前ってそんな昔の話じゃないよね。ということは現代にも、2014年になって、洞窟から顎骨の破片だったり、6本の歯、また頭蓋骨の小さな破片が見つけられて、小さい古代原人は実際にいたのでは、ということが囁かれているんだ。やはり実在した？2016年に、ハイテク機器で頭蓋骨が分析された結果、ホモフローレシエンシスは、ホモサピエンスと違う種だと報告されているんだ。小さい普通の人間でなく、小さい種だってことね。マンテ族は、フローレス原人の生き残った末裔なのかもしれないな。小人に寄り道したけど、話を巨人に戻すぜ。そもそも巨人は科学的に見て、存在できる可能性があるのだろうか？科学的？実際に巨人がいても、おかしくないのかってことだよね。そう。例えば、昔の日本人が大谷選手のような大きな身体になることができるなんて、絶対に不可能と感じただろう。しかし今、大谷選手が存在しているのは事実だぜ。昔の人の感覚では、巨人はすでに実在していると言える？では、今後、大谷選手以上の体の人間が誕生する可能性はあるのだろうか？その答えは？科学的に骨の構造を見て、巨人が存在するのは難しいと言われているんだ。体というものは、骨によって支えられているからね。あら、骨の強度に限界があるのかな。子供はどんどん大きく成長していくけど、大人はそれ以上大きくなることができなくなる。それは、子供は骨が成長するけど、大人になると骨が伸びなくなるからだぜ。骨は大事。子供の骨を実際にレントゲンで撮影すると、骨の間に、隙間が存在していることがわかるぜ。しかし、大人に成長してしまうことで、だんだんとその隙間がなくなってしまうんだ。私たちにはまだ隙間があるってことね。大人は骨が隙間なくくっついている。子供はそうではなく、隙間があり、その隙間の間で骨は作られているんだぜ。何もないからこそ、大きく育つってことね。隙間が存在しているから、今後も骨が成長していく可能性があると言えるぜ。骨という存在には、硬い骨部分と柔らかい骨部分があるんだ。隙間では、柔らかい骨を材料として、硬い骨を作るという作業をしているんだぜ。そういう仕組みなんだ。大人にはなんで骨の隙間がないのだろうか？それに一番関係しているものは、ホルモンだと言われているぜ。ホルモン、ハラミとかモツとかミノとか、焼肉美味しいよね。いや、そっちのホルモンじゃないぞ。体内で分泌される成長ホルモンのことだぜ。体を大きくするのに貢献してくれる。ちなみに、焼肉のホルモン焼きは、ホルモン分泌を促進する料理という意味で、語源は同じらしい。え？内臓は放り捨てるもの、ホルモン、ホルモン、が語源じゃないの？その説はよく言われるけど、間違いという意見が多いらしいぜ。話を戻すと、子供は成長して、思春期の頃には、ぐっと体が大きくなってくるよな。中学生になると男子は背が伸びるよねー。男性と女性との身体の違いも明確になり、その時に貢献するのが性ホルモンだぜ。
性ホルモンが骨を成長させるのに役立ってくれる存在だけど、骨の中の隙間をどんどん小さくしてしまうという特徴を持っているんだ。性ホルモンが成長の限界になっていたのね。性ホルモンが、男性が男性らしく、女性が女性らしくしている一方で、骨は成長を止めてしまうということになるな。ブレーキをかけてしまっているとは。基本、私たちの認識は、ある程度まで身長を伸ばすことができれば、止まることを理解しているよな。そうだねー、私もこれ以上身長は伸びないのかなー。もし、身長がずっと伸び続けてしまうという事態が起これば、どのようになってしまうのだろうか？実際に、過去の歴史を見ても、すごく背の高い人物は存在しているんだ。どのくらい背が高かったの？最も身長の高い人物はギネスブックに登録された人物、ロバート・ワドロー氏だぜ。ワドロー氏は、死ぬまで身長が伸び続けてしまい、最終的には、272センチに達したと言われているぜ。272センチ。そこまで行けば巨人じゃない？最初の方に出てきた巨人も、3メートルくらいだったし。272センチにまで身長が伸びた理由も、科学的に明確になっているぜ。キーポイントは X 染色体だ。X 染色体などの遺伝子を操作する方法を見つけることができれば、身長はいくらでもコントロールできるということだぜ。マジ？じゃあ私も今からでもモデル体型に。身長は、経済とも関係していると言われるぜ。経済状況が良くなれば、医療もしっかり受けることができ、安定した栄養も摂取することができるから、どんどん人間は成長することができるんだ。幻想郷の田舎じゃダメか。しかし、一方では困った問題もあるぜ。身長が高くなりすぎると、骨、また心臓に対しても大きな負担をかけてしまうんだ。ある程度身長が高くなれば、やはりどうしても成長を止めてしまうことになるぜ。物には限度があるのかな？ミュンヘン大学の経済史名誉教授であるジュン・コムロス氏は、人間の遺伝子が持つ可能性として、もうすでに限界値まで達した、という言い方をしているぜ。人の進化は限界に達した？霊夢、巨人症、という病気があるのを知ってるか？巨人症？読売ジャイアンツが負けるとイライラする病気とか？今年はエースの菅野が調子悪いしね。話を最初に戻すな。巨人症という病気があるんだ。巨人症は、小児期にすでにスタートし、小児期、脳下垂体腫瘍によって、体内で成長ホルモンが過剰に分泌されることが原因とされるんだ。大きいことはいいことだってわけでもないのね。また、巨人症と X 染色体の領域との間に関係があるという報告がされているぜ。43人の巨人症の患者のデータから、X 染色体の一部が重複していることが見つかったんだ。さっき言ってたことが裏付けられたんだね。もしそれが事実なら、やはり遺伝子を操作する方法を見つけることができれば、私たちは、自由に身長をコントロールできるということになるぜ。でも、病気になってしまってはね。そうだな。成長ホルモンの過剰分泌によって成長して続けてしまうのが巨人症なんだけど、健康被害の問題もしっかり捉える必要があるぜ。どんな問題があるの？巨人症は、骨、心臓、また、血圧の問題も抱えているんだ。特定の合併症を患うリスクがとても高い傾向があるんだぜ。巨人になると大変なんだね。身長が高いと、高い位置にある頭にまで血液を届ける必要がある。血圧を高めて血液循環量を増大しなければならないため、血管や心臓に相当な負担がかかって、機能障害をもたらしてしまうんだ。その過程において、心臓も拡大していかなければならない。ただ骨が大きいってだけじゃ、かえってダメなんだ。また、巨人症は、様々な組織が肥大化する特徴があるんだ。それを、全部機能が耐えるメカニズムならいいけど、視覚を伝える神経が圧迫されて視覚障害を引き起こしたり、関節炎や思春期の発症の遅れを伴ったりという弊害が起こる可能性が、非常に高いんだぜ。体の巨人化に追いつけないところに負担がかかってしまうんだね。実際には、ちょっと背が高い人たちでも、それだけで癌のリスクが高いとも言われているぜ。550万人の大きな人たちに対して行った調査では、身長が10センチ高くなれば、女性で 18%、男性で 11% の割合で、癌の発症率が上がることがわかってるぜ。でもそれを聞くと、背が低いメリットもあるんだって思えるかな。巨人になることは、健康面ではデメリットばかりと言えるな。そう考えると、巨人族の実在の可能性は厳しいと考えざるを得なくなってくるぜ。巨人族は実在したか、という謎について解説したけど、霊夢はどう思った？
そうだねー、もし巨人がいたらと思うとワクワクするけど、実際は存続していくのは難しいみたいだし、現代の人は昔よりは大きくなっているわけだから、今のままで十分なのかなと思えてきたよ。そうだな、進撃の巨人的に言えば、巨人にとっては世界は残酷だと言えるのかもしれない。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日は何について解説してくれるの？突然だが霊夢は、両面宿儺という存在を知っているか？漫画に登場した以外は名前だけ聞いたことがあるよ。両面宿儺は4世紀末から5世紀前半に在位した、16代天皇である仁徳天皇の時代に、今でいう岐阜県である飛騨地方から美濃地方にかけて、現れたとされる、異様の鬼神だな。神話とか伝説ってことかな？ではなく、実在したと言われているんだぜ。そうなの、名前からすると、顔が両面にあるの？伝承などではそうだとされているが、そんな人間は存在しないな。両面、つまり二つの顔というのは、人間の外形じゃなくて内面ということができ、心の顔を外形化し、二つの顔で表したと言えるものだぜ。内面的なものなんだね、それぞれどんな顔なの？両面は慈悲の表情、裏面は憤怒の表情をしているようだな。そして両面宿儺は鬼神と言われているんだが、悪党なのか英雄なのかが問題なんだ。イメージだと悪党って感じだね。日本最古の正史である日本書紀では、大和王権側についた古墳時代の、豪族の祖と言われる、竹古熊野尊に撃たれた凶族とされているな。一方で飛騨、美濃地方の地元の伝承では、徳有太治や寺院の回帰となった豪族だという、逸話が残されているんだ。評価が分かれているんだね。そういうことだぜ。今回はそんな両面宿儺を生んだ呪いや、怨霊と呪術の関係や、日本書紀と各地の伝承に登場する、異様の鬼神について解説していくぜ。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってねー。日本史における呪いと怨霊。さっき呪いって言ってたけど、具体的に呪いってどういうものなの？呪いは人や霊が物理的手段を用いず、精神や霊的手段によって、社会、もしくは個人に、災いや不幸、不運をもたらそうとする、悪意ある行為のことだぜ。つまり人が目視できない何らかの方法で、相手を苦しめようとすることだな。やっぱり呪いは悪いことなんだね。だが実は、呪いは悪意だけとは限らないんだぜ。そうなの。古来日本の呪いには、祈祷や祈願、願望の成就という意味合いが込められていて、儀式が行われたこともあるんだ。呪いという漢字は呪いという読み方だけじゃなく、まじないと読むことができることからも、悪意と善意の両方の意味があることがわかるな。両方の意味合いがあったんだね。日本で一番古い呪いって何なの？日本史上最古の呪いと言われているのは、日本神話に登場する神の、イザナミが使ったものとされているな。どうしてイザナミは呪いをしたの？まずイザナミはイザナギと夫婦だったんだが、火の神を出産することでイザナミは、亡くなってしまうんだ。だがどうしてもイザナミを取り戻したイザナギは、黄泉の国まで迎えに行き、黄泉の扉の向こう側にいるイザナミに、なんとか帰ってこられないかと交渉するんだぜ。奥さんが亡くなるのは辛いもんね。交渉はうまくいったの？イザナミは、黄泉の国の神様に聞いてみるから、決してこちらを覗かないと約束してと、念押しするんだが、戻ってこないことに痺れを切らしたイザナギは、扉を開けてイザナミの様子を覗いてしまうんだ。おとぎ話でもある嫌な展開だね。どんな様子だったの？そこにいたのはこの世のものとは思えないほど、醜い姿になってしまったイザナミだったんだ。その姿を恐れたイザナギは逃げ出し、イザナミはイザナギが約束を破ったことに、大いに怒って追いかけるんだぜ。そこで逃げ出したイザナギはイザナミが出てこられないよう、黄泉の国の出入り口を、封鎖してしまうんだ。悲しいお話だね。そして地上に戻れなくなったイザナミは、約束を破ったイザナギを決して許さない。私はこれから地上の人間を毎日1000人殺すわ、と宣言するんだ。この言葉が日本最古の呪いになったわけだな。そんなことがあったんだね。その呪いは実際に効果があったの？実際に呪いの効果があったようだぜ。その日から地上では毎日1000人が命を落とし、イザナギはそれに対抗するため、毎日1500人の命を作ることになったんだ。二人とも大忙しだね。他に呪いのお話ってあるの？古代中国の歴史書である、魏志倭人伝に登場する、邪馬台国の女王とされる卑弥呼が、人を操る鬼道という呪いを使い、国を治めていたと言われているな。卑弥呼も聞いたことがあるよ。さらに平安時代に陰陽師と呼ばれる存在が活躍していたんだが、彼らは神官として国の下で働く、公務員のような存在だったんだ。どんなことをしていたの？多岐にわたる知識を持ち、占い師のような仕事をしていたようなんだが、時が進むにつれ悪霊退治や、呪術の被害から町や人の護衛なども、行っていたようだな。そんな陰陽師が使っていたとされるのも、呪術だったんだぜ。これが良い方の呪いだね。誰が一番最初に呪術を使ったの？実際に一番初めに使用していたと言われているのは、同じ時代に活躍していた、呪言師と呼ばれる存在だな。
主に悪霊退治から人を呪う仕事まで請け負っていたんだが、人を呪う仕事ということもあり、危険視される存在になっていき、陰陽師に悪霊退治などの仕事を奪われ、消滅してしまった職業と言われているんだぜ。自分も呪われるんじゃないかって思っちゃうよね。そう思うのも仕方ないかもな。そして呪言師は呪術を行うことで、相手を呪い殺すことができたんだが、自分に呪いがかかることもあったそうだぜ。間違えて自分を呪っちゃうってこと？というわけではなく、かけた呪いを跳ね返されたり見破られたりすると、本人の元に呪いが戻ってくるみたいだな。だから呪いを使う呪言師や陰陽師は、命がけで仕事をしていたことが伺えるんだ。思ったよりも大変な職業だったんだね。両面宿儺がいたのってこの時代くらい？両面宿儺が存在した時代は、卑弥呼と陰陽師の間の時代だな。ただ両面宿儺が呪術を駆使していたという証拠はなく、様々な伝承から、呪術的な力を持っていたと言えるようだぜ。絶対呪術をしてた、ってわけじゃないんだね。呪いといえば、幽霊も思い浮かべちゃうよ。呪いとほぼ同じ意味の言葉として、陰陽という言葉があるくらいだもんな。陰陽と呪いってほぼ同じ意味なの。具体的に言うと陰陽は不遇の死を遂げた、人物の霊魂のことで、人に災いをもたらすものだな。ちなみに大和朝廷と地方豪族との激しい争いがあった時代に、この陰陽を鎮める方法として行ったのが、鎮魂祭の起源と言われているんだぜ。鎮魂祭ってそんな起源があったんだ。そして陰陽には死者の魂である死霊だけじゃなく、生き霊の場合もあるんだ。生きている人が霊になるの？恨みや憎しみを募らせたりした結果、生きている人が魂を飛ばしたものが生き霊だな。そしてその生き霊が陰陽となり得るんだぜ。ストレスを溜めて生きたらダメってことだね。陰陽なんて怖いな。そんな風に恐れられてきた陰陽だが、神様として祀られている神社も多くあり、現在では陰陽というより、神様として有名な場合も多いんだぜ。そうなの？かつては立て続けに起こる不幸な出来事、あるいは疫病や災害までも陰陽のたたりだと思われていたから、当時の人々は陰陽を神と祀ることで、たたりを鎮めようとしてきた歴史があるんだぜ。退治するんじゃなく、逆に祀ったりもしたんだね。有名な陰陽っているの？菅原道真、ね、平将門、崇徳天皇の三人にまつわる陰陽ともされる、日本三大陰陽と呼ばれるものがいるな。特に菅原道真は学問の神様として、知られているんだぜ。学問って陰陽とは無縁の感じがしちゃうよ。陰陽が神に転じたものと言えるな。そんなこともあるんだね。日本書紀に記述された両面宿儺。両面宿儺は日本書紀に出てくるんだよね。日本書紀ってどういうものなの？日本書紀は現存する日本最古の正史で、漢文と起こった出来事が、年代順に記載されているんだぜ。古いものなんだね。両面宿儺に関してはどんなことが書かれているの？よし、両面宿儺に関する記述を現代語に訳したものを紹介していくぜ。お願いするよ。65年、飛騨国に一人の人がいました。宿儺と言います。一つの胴体に二つの顔があり、それぞれ反対側を向いていました。頭頂は合わせてうなじがなく、胴体のそれぞれに手足があり、膝はあるが日鏡とかかとがありません。かなり人間とはかけ離れているね。ところで日鏡って何なの？膝の裏側のくぼんでいるところだな。そして続きは、力強く継承で、左右に剣を帯、四つの手で二針の弓矢を用いていました。そこでスメラミコトに従わず、人民から略奪することを楽しんでいました。それゆえは乳児の祖、何話の猫竹古熊を使わしてこれを中しました。と書かれているんだぜ。すごいインパクトがあるね。でも最初に人間だって言ってたけど、どうして非人間的な感じに書かれているんだろう？日本書紀や不土記にしばしば現れる、大和王権に従わなかった土豪である。月雲と同様にこの異形は、王家に服さない勢力に対する、蔑視を込めた形容だと考えられたりしているぜ。敵だから化け物みたいに書かれているんだね。そういうことだな。そして両面宿儺は地元を守るために、大和王権に最後まで組みしなかった豪族と考えられ、鏡とかかとがないという描写から、両面宿儺の姿は、すね当てをつけ、足中草履状の妻掛けを履いた、飛騨地方の山岳民が想像されるんだぜ。かかとがないとかの描写にも意味があるんだね。両面宿儺の現在地。日本書紀では天皇の命令に逆らう、族とされている両面宿儺だが、飛騨地方から美濃地方にかけての、旧飛騨街道沿いには様々な伝承が残っていて、その内容は日本書紀の記述と異なり、英雄として描かれているものがほとんどなんだ。全然違うんだ。そんな伝承を紹介するとともに、両面宿儺の位置づけについて解説していくぜ。お願いするよ。最初に紹介するのは岐阜県高山市の、善久寺にある、両面宿儺出現記だな。これには両面宿儺の出現の様子が詳しく書かれているんだぜ。どんな風に出現したの？内容を現代語訳して解説すると、仁徳天皇の時代、日面村の山が大きく動き、岩壁が崩れて岩窟が生じた。その岩窟の中から2つの顔、4本の手、4本の足、身の丈6メートルの両面宿儺が甲冑を帯、手にまさかりを持って忽然と出現した、と書かれているんだぜ。
姿は日本書紀に書かれているのと近いんだね。その後どうなったの？山の畑で仕事中だった村人たちはこれを見て大いに恐怖し、逃げ切ろうとしたんだ。すると宿儺は、恐れることはない。我は今、仏法守護、黄金一大寺の時であるので、この世に出現したのだ、現世に奉仕するものなのだと告げたそうだぜ。喋ったんだ、それを聞いた村人はどうしたの？村人は逃げ惑う中、一人の男が踏みとどまり、両面宿儺に平伏、采配して、尊者の命に服したいのですが、お体が大きいので狭い我が家に招くことが、できませんと述べたんだ。6メートルもあるって言ってたもんね。すると両面宿儺は、印を結んだと思ったら忽然と小さくなり、11面観音像に変化したんだぜ。顔が増えたの。11面観音は、頭部に11の顔を持つ菩薩のことだな。そして村人はこれを大切に抱いて、日をも村に帰り、接待した後、いおりを立てて両面宿儺に仕えたんだ。仕えることにしたんだね。その像は今どこにあるの？善久寺の本堂に安置されているぜ。作者や制作年代は不明なんだが、コスチュームはエキゾチックな中国風で、表面は端正で柔和な顔立ちの武人像なんだ。裏面は怒りをあらわにした姿で、仏法を犯そうとする者を威圧しているようで、手にはマサカリを持っているんだぜ。マサカリを持っているのもお話と同じなんだね。さらに寺からほど近い、飛騨大鍾乳洞と呼ばれる向かいの山の中腹に、両面宿儺が出現したとされる洞窟があるんだ。その洞窟の奥にも宿儺像が安置されていて、弘法大師という僧が、供養をしたとも、伝えられているんだぜ。両面宿儺が現れた洞窟もあるんだ。実際に見てみたいな。旅行に行ってみるのもいいかもしれないな。次に紹介するのは善久寺から国道を車で半時間ほど西へ行ったところに入山口があり、そこの山道を車で登って行ったところにある、善光寺に関するもので、4体もの両面宿儺像を祀っているんだぜ。そんなに像があるんだ。そして自伝の善光寺記によると、両面宿儺は仏法の契約によって出現し、今朝山の山頂で妙法蓮華経や今朝を掘り出し、寺の名を今朝山善光寺にしたと、伝えられているんだ。お寺の名前まで決めたんだね。4体の像はどういうものなの？表面は慈愛に満ちた穏やかな表情、裏面は激しい憤りあふれる憤怒の形相をしていて、慈悲の心とともに一切の煩悩や誘惑に打ち勝つ強さを持った仏として表現されているんだ。すごい存在なんだね。誰が作ったのかわかっているの？制作年代や作者は不詳だが、自然石で作られた巨大な宿儺像だな。そして背面の像が印を結んでいるのは、他には見られない特徴で、9世紀前半に日本に伝わった密教の教えを反映してか、右手が大日如来の慈悲を表す大蔵会、左手が大日如来の知恵を表す金剛会を示しているとされているんだぜ。いろいろ考えられて作られてるんだね。でも作った人がわからないなんてもったいないね。この寺は江戸時代に老白の僧と言われた円空が滞在した寺としても有名で、両面宿儺像の一体はその円空が掘った可能性はあるな。どうなんだろ、気になるところだな。次に紹介するのは岐阜県高山市の南西部にある飛騨市の宮水無神社の御神体とされ、昔から霊山として名高いくらい山に残っている、両面宿儺に関連した古い伝説だぜ。すごい山なんだね。どういう伝説なの？雲の波を分け、空を飛ぶ船に乗ってくらい山に来たという伝説だな。空飛ぶ船？他には江戸時代の享保年間、つまり1716年8月9日から1736年6月6日に、飛騨地方の大官だった長谷川忠敬という人物がまとめた秘集誌によると、暗い山には七名という名前の鬼がいて、両面宿儺が天皇の命で七名を退治した、という話も伝わっているんだぜ。かなり神話的というか、良い風に伝わっているんだね。次に紹介してくれるのはどこの伝説なの？岐阜県最古の寺であり、関市の標高283メートルのところにある、高沢観音とも呼ばれる日遊無事だぜ。ここでの伝説は5世紀前半の、仁徳天皇の時代のことで、両面宿儺は当地の豪族だったんだ。ここでは人なんだね。どんな人だったんだろう？寺に伝わる伝承によると、二人いたぐらい強く力があって、頭も良かった、と記されているから、すごい豪傑だったんだろうな。すごい人だったんだね。そして両面宿儺は当時の都である奈良に行き、天皇と対面したんだぜ。天皇様と会ったんだ。どんな目的だったのかな？天皇としては自分の配下で活躍してもらいたかったようだな。だが両面宿儺はこれを断り、地元に帰るんだぜ。断っちゃうんだ。この帰っている途中に両面宿儺が、美濃加茂の ヶ原という場所で休憩していると、どこからともなく鳩が不思議なさえずりをして、高沢の峰に飛び去ったんだ。それを不思議に思った両面宿儺が、里人に尋ねると、高沢の山脈に池あり、神龍すぎて金剛の村人に危害を及ぼす、と言われたんだぜ。龍が住んでるんだ。それを聞いた両面宿儺はどうしたの？峰に登り大碑のだらみという呪文の一種を唱えて、神龍を退散させ、この峰に寺を改装したと言われているんだぜ。呪文で竜を追い払っちゃったの、すごいんだね。まさに救いの神と言える存在だな。そしてこの近くには退治した竜の尾が立った大立ち、
竜の血が流れた血のなどの地名が残っているんだ。地名にまで影響を与えた伝説なんだ。本当にすごい存在なんだね。ちなみに日竜無事の本堂の前に、千本ヒノキというヒノキが生えているんだが、これは両面宿儺が登山に使った杖を指したものと言われていて、枝葉が茂る巨木となっているんだぜ。そして寺には両面宿儺像が安置されていて、中国風の甲冑を身につけた姿で、仏法を守る四天王の像を思わせるものなんだ。いろいろ両面宿儺にちなんだものがあるんだね。行ってみてみたいな。次はどんなお話なの？日竜無事があった関市には、行道寺という両面宿儺の伝承が残るお寺が、もう一つあって、それに関するものだな。それによると仁徳天皇の時代に、飛騨の国、八賀の里という場所に住む人、つまり両面宿儺がこの地にやってきた時に夢枕に立った金龍のお告げに従って、五穀豊穣、国土の安穏、民の和楽を祈願しつつ、等身大の、召喚世音流像を掘り上げたと、されているんだぜ。像を作ったんだ。そして日竜無事の観音像と同じ木で、掘り上げたという言い伝えがあるんだ。そうなの、本当なのか気になる。他にも何か伝わっている伝説ってあるの？飛騨と美濃地方の境である下呂鹿名山町に、空を飛んでやってきた両面宿儺が、この地に杖を休め、37日間大だらみというお経を読んで、国家安全、五穀豊穣を祈った後に、自分を家に来た竹古熊の御事という、豪族を迎え撃つために関市の高沢山へ飛んで行ったという伝説があり、村人たちはこの山を鎮守山と呼んで観音堂を建て、お祭りしたという伝承が残っているな。そんな伝説もあるんだ。日本書紀以外ではよく書かれているのに、どうして日本書紀では悪役なんだろう。両面宿儺が天皇に従属することを、良しとしなかったからだと思われるぜ。両面宿儺、つまり飛騨地方の英雄が天皇に従わないということは、飛騨地方にいたとされる飛騨の匠と呼ばれる、優れた木工技術集団の力を、手に入れることができず、それは仏教が日本に伝来し、多くの寺院や建物を建てるために彼らの力が必要だった国にとって、両面宿儺は迷惑な存在だったんだろうな。それであんな書き方をされたんだね。あくまで仮説の域は出ないがな。今回は本当に実在した、両面宿儺に関して解説してみたぜ。こんなにたくさんの伝承があったんだね。呪術廻戦っていう漫画に登場した両面宿儺しか知らなかったよ。呪術を使う呪術師の戦いを描いたもので、とても面白いよな。そこで両面宿儺は最強の呪術師であり、呪いの王として描かれているから、興味があったらぜひ見てみてくれよな。面白いからおすすめだよ。そして実際の両面宿儺が、呪術を駆使していた証拠は残念ながらないが、少なくとも呪術的な力を持った、カリスマ的人物であったことは間違いないだろうな。どうだったのか気になる。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。